天野博士は、日本の電子工学者。学位は、工学博士。研究分野は、半導体工学。名古屋大学特別教授、同大学未来エレクトロニクス、集積研究センター長、教授、同大学、赤崎記念研究センター長、名城大学 LED、共同研究センター運営委員、物質、材料研究機構特別フェロー。 全米技術アカデミー外国人会員。赤崎勇と共に、世界初の青色 LED に必要な高品質、結晶創生技術の発明に成功した。2014年、先の業績により、赤崎勇、中村修二と共に、ノーベル物理学賞を受賞。静岡県浜松市で、鈴木の技術者の子として生まれる。 静岡県立浜松西高等学校卒業を経て、名古屋大学大学院工学研究科修士、家庭修了後、就職を考えていたが、大学4年から指導を受けていた、指導教官の赤崎勲教授から、何でもこなせる学生であると高く評価され、強い勧めを受けて、博士課程に進学。1989年名古屋大学工学博士。論文の題は、 GAN のムーベップ成長と光電物性及び青色発光素子への応用に関する研究。名古屋大学工学部助子を経て、1992年から赤崎研究室が名城大学に移ったことに伴い、退官し、名城大学理工学部講師に着任。名城大学理工学部教授を経て、2010年から名古屋大学大学院工学研究科教授。 研究熱心であることで知られ、大学の研究室は、平日、休日、正月など、常に夜遅くまで明かりが灯っており、不夜城と呼ばれた。175センチメートル、75キログラム。小学校では、サッカーやソフトボールに、小学校高学年から中学にかけては、アマチュア無線に熱中。ソフトボールではキャッチャーを、サッカーではゴールキーパーを務めた。 中学校までは勉強が嫌いだったが、数学は得意だった。高校入学直後のテストで学年10位となるなど、高校からは勉強や研究の目的は人の役に立つことであるとの考えから勉強に真剣に取り組むようになり、毎日より遅くまで机に向かっていたという。高校受験時に学区内トップの静岡県立浜松北高等学校ではなく、 学区内ナンバー2の静岡県立浜松西高等学校にしたり、大学受験時には大学共通第一次学力試験の結果が予想を下回ったため、志望校を京都大学工学部から1ランク落とし名古屋大学工学部に変更するなど、何でも1ランク落として安全圏を歩く。と母からは評される。また、 楽観的かつ温厚な性格で、研究室の学生によると怒っているのを見たことがないという。夫人は英語、ロシア語、フランス語など多くの言語に堪能で、ノボシビルスク国立教育大学で日本語の講師をしており家にいないため、家事は夫である本人が行っている。長女は京都大学大学院の音楽研究家に、長男は東京大学にそれぞれ在学中である。 2014年11月12日、内閣府特命担当大臣、山口俊一と2014年12月8日、グランドホテルにて、カリフォルニア大学サンタバーバラ公古隊、照明エネルギー電子工学センター所長、中村修二、名城大学窒化物半導体基盤技術、研究センターセンター長、赤崎勲と、ありがとうございます。